おはようございます。昨夜はよく眠れましたか？はい、普段通り問題なく。それはよかった。さて、帝国側の動きもない以上、我々の仕事は差し当たって待機となりますが、有事の時のために村の外の偵察に行きましょうか。地図と実際の地形を体で覚えるですか？ええ、戦場になる可能性がある場所ですからね。自分の身体感覚で把握しておくことが大切です。指示が来たら即応すればいいですし、ひとまず行きましょう。心得ました。昨日の雲の数は22、今日は14か。今日はなかなかの洗濯日和だな。そういえば地図をいただいてましたね。ええ、やはり連邦の偵察兵は優秀ですよ。表向きは最大漏らさず、きちんと仕上がってます。その成果を自分の目と足で確認するとしましょう。と、決めます。終わりです。この辺りは地図通りですね。それどころか咲いている花の種類まで細かく記されているようです。それはさすがに不要な情報なのでは？生真面目なのかもしれませんよ。まあ、暇を持て余してここまでしているというのも十分考えられますが。行きます。はっ。そういえば、もうすぐ新入生入学の時期ですね。バネッサさんにとっては初めての後輩ですか？そうなります。今年はどんな子たちが入ってくるのでしょうね。リゼット教官の試験に怯えなければいいのですが。そこで脱落するようならそれまでのこと。騎士を目指すなら試験突破は当然のことです。気持ちいいほどに明快だ。実にバネッサさんらしい。新入生といえば、バネッサさんがなぜ騎士を目指しているのか、その理由についてはまだ伺っていませんでしたね。理由ですか？せやっ。私を育ててくれた師匠は正しく強い騎士でした。はっ。だからそれ以外の生き方を私は知らないのです。なるほど。騎士の背を見て育ったがゆえですか。まさに生粋の騎士なのですね。さあ。おや、あんなところに先客がいますよ。おい、見ろよ、面白い形の石たくさんあんぞ。どれ？見えないよ。はっ。さあ。あれは村の子供たちですね。挨拶しておきましょう。さあ。この辺の地理については我々の先輩ですから。
こんにちは。ここで何をしているのですか？ああ、へえ、珍しいの、兵士が話しかけてくるなんて。だいたいみんなブスッとして口も聞かねえのに。へえ、そうなのですか。からかってもこっちのこと無視しやがんの、なんか気味悪いよな。ちょっとそういうことは。あ、なんだよ。そのなんでもない。ふむふむ、なるほど。あのお姉ちゃんも兵隊さんなの？子供よ、私のことは気にしないでいい。彼女はテレ屋さんなんです。リュシアン、その事実を言ったまでですよ。それはそうかもしれませんが、しかしその、はっ、面白い、マジで真っ赤になってる。子供。まあまあ、それくらいで。さて、君たちはそろそろ村へ帰る時間ですよ。はあ？勝手に決めんなよ。俺たちはまだここで遊んで。いや、それは許可できない。そして今から決して私たちから離れてもいけない。はあ？村の近辺にまで現れるとは。確かに獣は活発化しているか。怖い。子供、大丈夫だ。私たちが必ず守る。数が多いな。この程度私たちなら問題ありませんよ。あっ、えい、はっ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 、えい、そこだ、はっ、せい、さ、はっ、だっ、我は釣り向き、ただ敵を断ち切るのみ。えい、はっ、さすがの立ち回りですね。あなたに褒められると嬉しいですね。覚悟してください。やっ、とっ、えっ、ここからですよ。やっ、さ、やっ、とっ、やっ、さ、はっ、片付きましたね。ひとまず安全は確保できたでしょう。怪我はないか？うん、ありがとうお姉ちゃん。怖かった。もう大丈夫だ。さ、村に帰る気になっただろう。しょうがねえな。もっといい石探したかったのに。今日のとこはもう帰ってやるよ。あんま遅くなると親父もうるせえし。二人だけで帰れるか？ああ、帰れるっての？バカにすんなよな。まあ大丈夫でしょう。道中の危険は我々が排除してきましたしね。そうですね。くれぐれも気をつけろよ、子供。では探索を再開しましょうか。はい。どうやらバネッサさんは探索よりあの子たちの方が気になるようですね。申し訳ありません。大丈夫だろうかとつい。謝るようなことではありませんよ。いえ、
任務の最中に余計なことを考えるなど、ブレイズ、いえ、騎士を志す者として失格です。そんなにかしこまらなくてもいいと思いますが、まあ気持ちは理解できます。あの子供はあなたにどこか似ていましたから。決めます。てや。あの子供と私が似ていた？髪の長さも体型も全く違うと思いますが。そういう意味ではありませんよ。決めます。ではどのような？とせ。そうですね。せっかくですから秘密にしておきましょうか。え？行きます。てや。まあ、あの子たちのことなら心配はないと思いますよ。ここから村までは遠くもないですし。いや、そうですね。あの男の子のやんちゃぶりなら、小さなトラブルくらいなら対処できそうです。きっと無事に女の子を送り届けてくれるでしょう。あの男児ですか。何か気になることでも？いえ、自分でもよくわからないのですが、なんだか懐かしい感じがしたものですから。行きます。たっ！あっ！さあ、仕留めます。えい！地図によるとこの先に分かれ道がありますね。右は上り道、高い丘へと続いています。左へ行くと下り、沢筋へ出ます。どうなさいますか。そうですね、まずは右を確認しに行きましょう。位置的に丘の上からは周辺地域を一望できるはずです。それに沢筋って冷えるから好きじゃないんですよね。心得ました。冷えは行動を阻害します。妥当な判断かと。ここが例の分かれ道ですね。では右の高台へ向かいましょう。それにしてもいい天気です。こうして丘を登っているとピクニックのようだと思いませんか。ピクニック、あまり縁がないのでよくわかりません。おや、そうなのですか。では次の機会にぜひご一緒しましょう。次というのは？特に決まっていませんが、そうですね、それこそ新入生の歓迎会をするというのはどうですか。なるほど、それは新入生にとってはいい鍛錬になりそうですね。もっとも手慣らしになる場所の選定は必要そうですが。何か物騒な勘違いをされているような気がしますね。はっ！はっ！くそ！
決めます。終わりです。吊り橋が見えますね。あの先が帝国領。リュシアン、どうかしましたか？いつものあなたと様子が違って見えます。私が？はい、私の思い過ごしかもしれませんが、この丘を登るにつれて表情が硬くなっています。終わりです。そうですか。やはり帝国が近いからでしょうか。まああれです、決めます。私もブレイズである以上、帝国には思うところがあるということです。さ、見られたのがバネッサさんだけでよかった。学園では慎まないといけませんね。他言はいたしません。うん、私の弱み一つお預けします。弱みだなどとは。いえ、心得ました。と、かなり登ってきましたね。あなたが言った通りです。ここからなら周辺を一望できます。ええ、無事今日の目的は達成できそうですね。ですが油断は禁物ですよ。さすがにこの距離で危険はないとは思いますが、この先に見えるのはエッジ。聞かされていた作戦でいう国境。先ほど見えた吊り橋を渡れば帝国の領地です。心得ました。見えますか、バネッサさん。チルドラ帝国、帝都ハイガルデン、長老ラズィの膝元。その幻獣の姿もいつまで持つか怪しいですが。凄まじいペースでリアクターを生産しているからですね。恵みをもたらす幻獣の肉体を材料にするとは冒涜です。帝国は幻獣を恐れないのでしょうか。恐れないのか、あるいは恐れるがゆえの挑戦なのか。連邦とはまた違う形で幻獣を見ているのは確かですね。このまま食いつぶしていけば、いずれ長老ラズィは消え去る。その事実は明白なのに、よくそれを目視できるものです。帝国の文化は私には理解しかねます。失礼、剣に過ぎない私が考えてもせんなきことでした。いえ、理解に苦しむのは当然です。私もそうでしたからね。さて、見るべきほどのことは見ました。そろそろ基地へ戻るとしましょうか。いえ、リュシアン、そうもいかなくなったようです。おや、もう少し二人でくつろぐことをご所望ですか。ここは撤退しますか。そうしたいところですが、唯一選べる道は
そこの崖、私の好み的には奇抜すぎる戦術ですね。ここは規制工法で行きましょう。兵数の差だけを見たらとても正攻法とは言えませんけどね。いえ、十分かと。我らブレイズは一騎当選と保釈な言葉ですが、人間兵器、獣風情、どれほど言おうと敵ではありません。まさかここからですよ。はっ、やっ、ダッソさあ遊びのうはっだっやだっやだっはっはっえいっマネッサさん、あなたの働きに期待していますよ。はい、尽力いたします。そこだ、えいっさとうわぁえいっここからですよ。はっせいやさあでえいっえいっ数が多いですね。背中は任せましたよ。心得ました。やっせいはっやっ出てきたのが帝国軍ではなくて助かりました。さあ基地へ戻りましょうか。